こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声で、もう死にますと言う。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかなうりさね顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に暖かい血の色が程よく差して、唇は無論赤い。到底死にそうには見えない。しかし女は静かな声で、もう死にますと、はっきり言った。自分も確かに、これは死ぬなと思った。そこで、そうかね、もう死ぬのかねと、上から覗き込むようにして聞いてみた。死にますとも、と言いながら、女はパッチリと目を開けた。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中には、ただ一面に、真っ黒であった。その真っ黒な瞳の奥に、自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。自分は透き通るほど、深く見えるこの黒目の艶を眺めて、これでも死ぬのかと思った。それで、年頃に枕のそばへ口をつけて、死ぬんじゃなかろうね。大丈夫だろうね。と、また聞き返した。すると女は、黒い目を眠そうに見張ったまま、やっぱり静かな声で、でも、死ぬんですもの。仕方がないわ。と言った。じゃあ、私の顔が見えるかい？と、一心に聞くと、見えるかいって、そら、そこに映ってるじゃありませんか。と、にこりと笑ってみせた。自分は黙って、顔を枕から離した。腕組みをしながら、どうしても死ぬのかなと思った。しばらくして、女がまたこう言った。死んだら、埋めてください。大きな真珠貝で穴を掘って、そうして天から落ちてくる、星の欠けを、墓印に置いてください。そうして、墓のそばで待っていてください。また会いに来ますから。自分はいつ会いに来るのかねと聞いた。日が出るでしょ？それから日が沈むでしょ？それからまた出るでしょ？そうしてまた沈むでしょ？赤い日が東から西へ、東から西へと落ちていくうちに、あなた、待っていられますか？自分は黙ってうなずいた。女は静かな調子を一段張り上げて、思い切った声で言った。百年待っていてください、と思い切った声で言った。百年、私の墓のそばに座って待っていてください。きっと会いに来ますから。自分はただ、待っていると答えた。すると、黒い瞳の中に、鮮やかに見えた自分の姿が、ぼーっと崩れてきた。静かな水が動いて映る影を乱したように、流れ出したと思ったら、女の目はパチリと閉じた。長いまつげの間から、涙が頬へ垂れた。もう死んでいた。自分はそれから庭へ降りて、真珠貝で穴を掘った。真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった。土をすくうたびに、貝の裏に月の光が差してキラキラした。湿った土の匂いもした。穴はしばらくして掘れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を上からそっとかけた。かけるたびに真珠貝の裏に月の光が差した。
それから星の欠けの落ちたのを拾ってきて、軽く土の上へ乗せた。星の欠けは丸かった。長い間、大空を落ちている間に、角が取れて滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて土の上へ置くうちに、自分の胸と手が少し温かくなった。自分は苔の上に座った。これから100年の間、こうして待っているんだなと考えながら、腕組みをして丸い墓石を眺めていた。そのうちに、女の言った通り、日が東から出た。大きな赤い日であった。それがまた、女の言った通り、やがて西へ落ちた。赤いまんまで、のっと落ちていった。一つと、自分は感情した。しばらくするとまた、からくれないの天道がのそりと登ってきた。そうして、黙って沈んでしまった。二つとまた、感情した。自分はこういう風に、一つ二つと感情していくうちに、赤い日をいくつ見たかわからない。感情しても、感情しても、し尽くせないほど、赤い日が頭の上を通り越していった。それでも百年がまだ来ない。しまいには、苔の生えた丸い石を眺めて、自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出した。すると、岩の下から蓮に自分の方へ向いて、青い茎が伸びてきた。見る間に長くなって、ちょうど自分の胸のあたりまで来て止まった。と思うと、すらりと揺らぐ茎の頂に、心持ち首を傾けていた細長い一輪のつぼみが、ふっくらと花びらを開いた。真っ白な百合が、花の先の骨に応えるほどにおった。そこへ遥か上から、ぽたりと露が落ちたので、花は自分の重みで、ふらふらと動いた。自分は首を前へ出して、冷たい露の滴る白い花びらに接吻した。自分が百合から顔を離す拍子に、思わず遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。百年はもう来ていたんだな、とこの時初めて気がついた。